こちらは前半45分の仙台のチャンスシーンです。まあ、島川のバックパスからね、あの高木が少しこうトラップミスですよね。そのボールに対して、まあ、ジャハメインとアモン・ロペスがこうシュート外してしまいました。これが入ってたらね、またちょっと展開が違ったんですけどね。まあ、大分の高木はよく止めたといったところ。こちらは後半の2分、大分の先制シーン。まあ、インターセプトから三つ平、そしてそのマイナスのボールを、ね、クリアミス、そこに長い距離を走った岩田がゴールと。自分で奪ったボールを、ね、最終的にはシュートまで行ってますから ね、 そうですね。まあ、こういうシーンが出ると、ね、やはりこうビッグチャンスになりますよね。ここで走り込むことが必要なんですね。そうですね。まあ、信じて走った、これはもう岩田のゴールですよね。やはりね、素晴らしいと思いますね。 J1 初ゴールですか、嬉しいでしょうね。今シーズン初ゴール、 J1 初ゴールとなった岩田。そして今度はこちら後半28分、仙台のシュートシーン。まあ、ちょっとね、あの体の向きも非常にシュートにしては難しいシーンですけどね、グイッとこう腰をひねってね、インスイングで、そしてこれ星のファーストコントロールからオナイユ、そしてオナイユからスルーパスで藤本がね、シュートもいけたんですけど、この中ちらっと見てオナイユ見て、そしてまあ、これは本当に、まあ、星から、ね、攻撃始まったんですけど、非常に全員がこう関わって前向きな状態でフィニッシュまで持っていけるって、この、ね、大分の、ね、非常に良かったですね。綺麗なゴールだと思います。チーム全体が連動して流れるようなプレーでした。これで、ね、このゴールでオナイも本当にこう自信になったと思いますしね、これからフォワード の、 その争いもね、また一層気が抜けなくなると思います ね、 すね。監督もね、大変だと思いますね。どの選手を使おうか頭を悩ませるといったところですね。うん、